炊飯モードの炊き加減の変更手順をご紹介します。電源スイッチを入れます。コンロ操作部のメニュースイッチとプラススイッチを同時に3秒以上長押しします。ブザーが鳴り、メニュースイッチとプラスマイナススイッチが点滅。左右コンロの表示部に設定項目番号と現在の設定内容が表示されます。左コンロのプラスマイナススイッチを押し、設定項目番号7を選択します。右コンロのプラスマイナススイッチを押し、設定内容を変更します。水分が多いから焦げが強いまで5段階で調節できます。設定し終わったら、コンロ操作部のメニュースイッチを押してください。カスタマイズ機能を設定しました。